まあ、こんなに綺麗なところがあるっていうことを知らないでいる人に何とか伝えたいなって思うぐらい本当に素敵なところだと思います。すごいことを考えられる方が本当に会津にはたくさんいるっていう、そこはポイント高かったです。私がこっちのエリアを選ぶ中で、いやもう本当郷土愛の塊のような方ですね。彼女から伝わってくるイメージで会津がとってもイメージが良くなりましたよね。一人でも多くなんか同じようにここ好きになってもらいたいって思ってるんだろうなっていう導入の仕方というんですか、あ素晴らしいなと思いますね。自分の納得のいく土地で人たちとやりたいっていうのが本当の移住かなと。初めて来た時から好きというか、なんかしっくりきて、ずっと住みたいなって、もう離れられない。山村の豊かな暮らしのようなものは残っている部分があって、生活を楽しみたいとか、そういったものに興味がある方は、なんか面白いのかなと思いますね。いいとこですよ。街中歩いてるだけで声かけてくださったり、ご近所の方もすごくよくしてくれて、あったかい街ですね。人たちとつながっていくことによって、非常に多様な、しかも素敵なですね、ものがこう動いていくということを今日々実感しながら生きています。こういうことをするとこうだから、こういうことをすればいいんだなみたいなことをこう一つ一つこう考えながら学びながらというか、それで今がある。人々が長年食ってきたそのものが気持ちのいい地域を作っているので、その空間が心地よくて好きになりました。やっぱり何らかの影響を与えたいと思っているので、私だからがやれること、そういうことを見極めながら次に来る移住の方たちの何か助けになりたいなと思っています。